番組はこちらの奥のテーブルの角のこちらに座られたらしいです。こちらお店に到着しました。こちらにあるハンソゴちゃんというお店にチョングギが食べに来ました。何を目指しているのでしょうか。なんか野望があるのかな彼は。またまたトングギが来たというお肉屋さんをお肉屋さんがもツイッターで公開されたんですけど、こちらはサンソンのエリアにあるコプチャン、ハンソコプチャンっていうコプチャンのお店なんですよ。コプチャンっていうのがホルモンなんですけど、ちょうど私が最近ずっとホルモン食べたくて、ママにもホルモン食べに行こうって言ってたのに、ちょうどその時チョングギが食べに来てくれて、これはベストタイミングだと思ってやってきました。めっちゃ下手いぞ。ビジュアル半端ないですよ。すごい。ペッタン、コプタン、ヨンポンらしいです。トムギコシンガリーでしたよ。あ食べるみたいです。ニラだよ。ネギじゃなくてニラでした。
チャングギはこちらの奥のテーブルの角のこちらに座られたらしいです。チャングギのサインをバイトの方が今日特別に持ってきてくださりました。彼がアルバイトをされてる方のお名前でチョングギのサインが書かれてます。チョングギですね、このハートくん。持って帰りたい。私の一番大好きな鉄さんがやってました。島町かな、めっちゃプリプリ。私ホルモン大好きだから、もう韓国中のあちこちのお店食べまくってきたんですけど、これは本当にやばいです。この油、キラキラ光る油が見えますか。なんかもうさ、てっちゃんのさ中から出てくる油がもう飲み物みたいにシューッて油が透き通ってます。柔らかすぎるし、本当に油が飲み物。これが基本のセッティングで出てくるものなんですけど、千枚だっけ名前、千枚とレバー、千枚とレバーをこちらのごま油と塩につけてから食べることができます。めっちゃ新鮮。日本では生レバー食べれないからね。あ、確かに日本じゃもう 生レバー食べれないんですけど、韓国はこういうコプチャンのお店に来ると結構基本的にサービスで出てくるように初めから。でもお肉は綺麗な店しか出せれない。すごい綺麗。めっちゃコリコリ。めっちゃコリコリ。ホルモン全部超新鮮で、全く臭みなくて本当に美味しい。店内はこのような雰囲気になってます。やっぱりこっちは味噌汁がないとダメなので頼みます。飲み好きですね。韓国人よくソメって言ってから、ソジュとメッツビールを混ぜて飲むんですけど、私こっちは食べるときはそれで食べるの、飲むの好きで。大体これくらいです。今社長さんが焼いてくださったこちらのマクサン、昔テグで食べたあのマクサンです。このマクサンはきな粉につけて食べます。今社長さんもすごいチョングギのエピソードをお話ししてくださったんですけども、なんかちょうどその時いらっしゃったアルバイトされてる方がアミーの方で、もう話しかけることもできずにサインももらうこともできずに、ずっと厨房の方で泣いてたらしくて、それを見た佐藤さんが佐藤さんすっごい優しいよね。そのバイトの方が泣かれてるのを見てサインを代わりにもらいに来てくださったらしい。なんかもう本当その気持ちすっごい理解できる。何もできずに奥で泣いてたっておっしゃってて、サインもらえますかって佐藤さんがおっしゃってから、ちょっとあ全然いいですよみたいな感じでめっちゃサインしてくださったみたいです。여기에봤는데성격이너무좋아요. 너무착하더라고요. 역시 나의 최애. 우리 정국이에요. 너무 너무 착하더라고요. 진짜 코리코리.
チョングギがサインするときに手に握っていたあのチュッパチュッパタップスを私も笑っていきます。かわいすぎる。